コトとは日本の掲示板、サイト、アスクモナで、コト、キャッシュによって開発された日本で初めての匿名通貨である。現在はコートデベロッパーズによって開発が続けられている。通貨単位表記は、コト。2017年12月13日に、コト、キャッシュがアスクモナ上で正式リリースを発表。コートドと呼ばれるクライアントプログラムを実行し、 ことネットワークと接続することで、アドレス発行、残高取得、送金を行うことができる。P2P 通信なので、ネットワークの管理者は存在しない。税カッシュをベースにしていて、アルゴリズムはイエスクリプトを採用している。ブロック項335,560まで1、ブロックにつき100ことが、採掘報酬として、ブロック発見者に支払われていたが、 口術のハードフォークによって、ブロック三三十万五千五百六十一以降は、一ブロックにつき百ことが採掘報酬となり、うち三パーセントが開発者報酬として開発者らの管理するマルチシグアドレスに送金される。また、本来ブロック報酬は、匿名アドレスへ一旦送金しなければ利用できないが、開発者報酬に限り、資金の流れを可視化する目的で、 匿名アドレスを経由せずに直接開発者のマルチシグアドレスへ送金される。ことという名前は、ことやことなどに本を連想させるものイメージして名付けられた。ゼカッシュ同様、ゼロ知識証明を利用した匿名アドレスを用いて、第三者からの資産情報の追跡を防ぐことができる。また、必要に応じて公開取引アドレスを用いることで、 取引情報を可視化することも可能である。ことは採掘アルゴリズムとしてイエスクリプトを導入しており、ビットコイン等で採掘に利用されている ASIC 等の専用機材を利用することができない。これは ASIC 等の専用機材による高ハッシュレートの採掘者が採掘を停止した際にネットワークの承認が遅れることや悪意ある高ハッシュレートの採掘者が攻撃を行う。 ことで、ネットワークが危機にさらされる恐れがあるからである。ことでは、トランザクション ID の計算をする際に署名を含めず、ハッシュ計算することで、トランザクション転生問題を解決している。2018年8月にハードフォークが行われた。これは、ことの開発者であること、キャッシュが採掘プール開発者やフォーセット開発者に、バウンティ配分を終え、 プレマイニングの私物化を宣言した後に連絡が取れなくなったためである。その際に今後の方針に関しての議論、投票が公式ディスコード上で行われた。コートデベロッパーズは運営が上場活動を行うことは資金決済法2条7項2号の前後に掲げる行為の媒介、取り次ぎまたは代理の媒介に当たるとしており、上場活動を行っていない。 そのため有資による上場が行われている。ありがとうございます。